皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと男の子の渡るです。そりゃそうだそりゃそうだ言い忘れたから言うわ、うん、最近便秘気味です。ということで今回はですね、はい、今流行りのサーモン麺を作っていきます。イエイ。全然わかんない。サーモン麺っていうのは、うん、サーモンありますよね、うん、これを麺状に細く包丁でこうやってスパン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 って切っていくわけですよ、うん、でそれを麺つゆで食べるの。え、これ麺つゆ合うの？サーモンってわかんないの。でもさ、今めちゃめちゃ人気でみんな大体そうめんみたいな感じで食べてるんですよ。麺つゆだけで普通にって食べる。そうそうそう、これをそう今回ちょっとアレンジ入れます、この九条ネギ、うん、九条ネギね。分かってますよそんなやめていちいちで、あとはこのシーチキン、うん、シーチキンですね。みんな大好き。まあお好みですね。ああなるほどね。で味変したい時はこのキムチを一緒に、うん、今からワタルンクッキングをしてもらいます。オッケー。切ってもらってそれをって食べる。それしゃくってるね。そうですね。はいはい、ということでじゃあ早速ワタルンクッキングスタート。もうね、手は消毒済みですからね、皆さん突っ込まないでくださいね。はい、でこれ取ります。おお、いいね、綺麗だね、うん、1センチでこう縦。そう、まずはじゃあ青木がやりますよ。料理のベテランなんで。あ、そうだな。でどうやって包丁で切ればいいのかな、分かんない。縦に切るんだったらこうじゃない？怖い怖い怖い。はい、じゃあこうで、うん、でそのまま怖い。どうしたらいいの？ちょっと待って、無理だよ、うん、こう切るわ。サーモンが喜んでるね、うん、猫の手はね、無理です。滑るから。太くね？違うの、分かってないっすね。こっからで、これをこう切るわけですよ。じゃあ渡るくんもね、はい、ちゃんと切ってください。こいや包丁なんてね、ここ家引っ越して初めて使うからな。そうなんだ。今なんでもさ、もうなんか切り分けてあるやつ多いじゃん。そういうので全部甘えてる。やべ、俺の結構でかくない？でかい。めっちゃ揺れてる。どう？あ、まあまあいいんじゃない。あ、うまいうまいうまい。え、うまくない？ほらーい、やばすげえ。やばい、なんかね、テンションめっちゃ上がるんだけど。確かにね。やばい。とりあえずじゃこれちょっともう一回、うん、もう一回、もう一回会いたくなーの時の分までお前の瞳舐めたい。もう一回もう一回もう一回もう自分でああいうのって入れんねん。しかもやばサイコパスでしょ、うん、そう、私ね、大学入学の時に初めてのゼミでね、自己紹介した後に、うんうん、それ以来ゼミともにあだ名特殊ってあだ名だったから。やくね、特殊ってでもさ、人権無視だよね。捉え方によっちゃかっこよくない？そう、うん、お、特殊みたいな。小学生の時は不思議ってあだ名だった。うん、ウケる。俺普通にわたっこだったわ。わたっこ、うん、ポケモンでさ、わたっこ入らなかった。あ、いたね、うん、ほんと手切らないでね、気をつけて、うん、胸切らしちゃってなんか。いや、これは力いるからね、ちょうどいい。ラスト早く切れ。応援じゃなくてアンチ。はい、はい、完成。2見に行った？見てない。1も見に行ってない。俺も行ってない。せーの、いただきます。めんつゆをで、青木県で特製はね、やっぱシーチキンを、ふいいだ、めんつゆにね、うん、半分ぐらい入れる。これ絶対うまいでしょ、うん、これあれ親子だからね、サーモンとシーチキンで。親子ではないけど、うん、そうだね、よかった気づいて、うん、こんな感じです。で、九条ネギ。ネギ好き？うん、超好き。じゃ入れます。いい、おいいね、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 いいね。もっと、うん、もっともっと。え、入れすぎじゃない？オッケー、私はこんぐらいでいいか。で、キムチはちょっと後でこれ味変で楽しむために取っとく。本当にこれめっちゃうまそうなんだけど、ね、これをこう入れて、いい、ね、
くぐらせて、どう？うまっ、めっちゃうまい、やばっ、おあうまっ、ネギいいね、いいね、確かにこれ麺に感じてきたわ、高級な麺だわ、あのね、寿司とまた違うんだよね、うん、なんか酒飲んだ後食いたいわ、さっぱりしてるから、流行る理由が速攻で納得、もう一口で、最初ちょっとなんかみんな、うん、ただなんか見栄え的な、なんかみんなサーモン好きだし若い子とか、うん、だから流行りにこうやって便乗してみんなやってんのかなと思ったけど、普通に味も本物だったね、色綺麗だしね、うん、確かに、渡辺くん丸めたらもう寿司だからね、それ、そう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 、ナイスナイス、チュルチュル、またこれはこれで違うね、キムチと食べたらどんな感じかさ、ちょっとそろそろやります、あのこれはサーモンのこのなんだろう、脂身がちょうどいい感じにめんつゆでさっぱりになって、かつ食感もこうやってシャキシャキ&このシーチキンあるから飽きない、うん、キムチをそうめんでキムチ入れるのありますか、あー確かにある、そうそう、ここに結構いっぱい入れちゃっていいと思う、こんな感じですよ、こっちのが美味しい、キムチの方がうまくない、まあこっちの方が食感がまたいい、あのユッケみたいな感じの味、うん、これやばいな、本当にうまい、これ本当にうまい、どっちが食リポうまいか勝負しようぜ、あー分かった、言っとくけど私元女子アナですから、あ、なんと綺麗なピンク色、肉厚ですね、これを切った人は多分相当料理が上手なんだと思います、うわー、これは見てください、多分包丁さばきがすごい巧みですね、よし、じゃあ入れます、たくさんたくさん濡らして、よし、こうまみれてね、いただきたいと思います、うまっ、これはね、ほんとに0点無理です、無理ですか、できません、すいません、調子乗りました、皆さん見てください、こちらのサーモン麺、ただいま韓国で大人気の、ソウルフードでございます、ソウルフード韓国だけに、あ、うまいね、はい、いや、やるね、はい、でこちらですね、今話題の、韓国のソウルから、発信された、サーモン麺なんですけども、はい、これをなんと、うん、醤油ではなくて、うん、めんつゆで食べるんです、めんつゆですか、はい、では早速、はい、いただきます、はい、どうぞお願いします、わ、なんかお寿司を食べるような感覚でも私は今いるんですけども、はい、どうなんですかね、そうですね、そう、これはなんか細切りにしたサーモンですね、そうですね、はい、うん、これなんかきしめみたいな見た目なんですけども、うん、じゃあ早速いただきます、うん、うん、え、これはまさに、はい、いやー、結構来たね、まあ、ちょっとね、 YouTube やってなかったらこういう食べ方しないじゃん、 YouTube やってならではみたいな感じで、みんなやってみてください、美味しい、これ、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、幸せでした、今回この動画が少しでも楽しかったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします、何ギャップしてんだよ、おかしいいや、今来た、何がさっき来てたでしょ、え、何今も来てんじゃん、来てない、いや、今来た、じゃあ今返事しただけだはいはいはい、これ分かった、多分来るんだ、ゲップになっちゃうんだ、結構ね、お腹にね、うん、結構油だからかな、食べたからね、うん、1キロ以上あるってよね、多分、まあ、キロ数で言ったらあったでしょ、あるよね、うん、結構食べました、はい、じゃあ挨拶しますよ、はい、少しでも楽しんでいただいた方は、はい、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします、お願いします、あと、Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもそちらも
そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。やばい、どうしよう。青木かのんの好感度、付き合いたい女優ランキングから落選しそうだ。女優だった。女優で当たり前じゃん。よし、片付けしますか。はい。